なかなか痩せにくいよ、年を重ねるにつれて寒がりになってるよっていう方は、筋トレよりもカイロ足で胸を張ってみてください。今回の動画を最後まで見ることで、痩せにくくなってる根本というのが改善できてきます。たったの20秒です。動画を見ながら一緒にやっていきましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、カエル足の状態で胸を張っていくだけで、今よりも確実に痩せやすくなるんです。筋トレしている方でも、このような上級者の方以外、背中ってあんまり動かしてないことないですか？気になる足や気になるお尻、気になるお腹ばっかりやってる方って多いですよね。実は、背中を動かすことがとても大切なんです。なぜかというと、背中には脂肪を燃やす褐色脂肪細胞というのが存在しているんです。この褐色脂肪細胞は体温を維持するため、脂肪を燃焼するために大切な細胞なんですが、実は年々減ってしまうんです。寒がりになっている方っていうのは、この褐色脂肪細胞の減少が原因とされてます。首や背中に主にあるんですが、そこを冷やすっていうのも効果的と言われてますが、ですが、運動をして増やすことが最も大切です。で、今回、カエル足の状態で胸を張ると、しっかり痩せる褐色脂肪細胞が活性化されます。たったの20秒です。しっかりやりたいよって方のために、今回3セット一緒に頑張ってみてください。3セットやってもたったの1分。そんなにきついエクササイズではないです。気になる部位ばっかり頑張ってやってるけど痩せにくい。そういった方はまずね、今回の背中を動かしてみましょう。まずはチェックをしていきます。まず、うつ伏せになってみてください。うつ伏せになった状態で手を伸ばします。この時に手の甲が下、手の甲が上、どっちが楽でしょうか？ほとんどの方が手の甲が下向きの方が楽だと思います。手の甲が下の場合楽っていうことは、肩が内側に入ってしまって、背中があんまり使えてません。手が逆向きの、甲が上の方が楽って方は、肩がちゃんと回ってくれて、肩甲骨が寄ってますので、しっかり肩甲骨がね、動かせている方です。ですが、ほとんどの方は、肩が内巻きになっている場合が多いので、手の甲が下側の方が楽なうつ伏せだと思います。そこで今回は、うつ伏せからカエル足を作ります。もちろん、硬い方はね、こんな感じになると思いますが、それでもいいです。このまま、手の甲を上に向けて、太ももの内側の方にね、手を伸ばします。この状態で、少し肩甲骨が寄せられている状態になってます。肩甲骨をさらに寄せながら、状態を反らせます。今のカエル足を作った状態でお尻が少し持ち上がると思います。そして上体を動かすことによって少しの可動域で背中全体を使うことができます。手の甲を上に向けることで自然と肩が手の甲を上に向けることで肩が外巻きになってくれてるので肩甲骨が寄せやすい状態にあります。この状態で体を上下に20秒間動かします。3セット行った後で体がすごくポカポカしたなって方は褐色脂肪細胞が活性化されている証拠です。体が温まったよって方は必ずコメントを残してください。それではやっていきましょう。はい、まずはカエル足を作って寝ます。手の甲を上向けて内ももに入れます。しっかり広がる方はね、内ももで手を押さえてもいいです。お尻が上がっちゃう方はこんな感じでいいです。このまま上体を動かしていきます。あんまり無理に上げるっていうよりも肩甲骨をさらに寄せるっていうイメージです。これを20秒間やっていきましょう。それでは、いきます。あと肩甲骨をしっかり寄せてください。しっかりね、肩甲骨で寄せ合う感じで OK です。それでは2セット目です。いきます。スタート。肩をね、後ろに張ってください。すでに体がね、あったかいです。OK! さあ、ラスト。もう1セット、頑張っていきましょう。それでは行きます。スタート。しっかりね、背中と背筋、腰を動かすことで、この腰痛改善にもね、なります。
少し。OK です。お疲れ様でした。どうですか今ね、ちょっと胸を張れてる感じしませんか？またうつ伏せでチェックしてみましょう。うつ伏せで手の甲を下、手の甲を上、初めのチェックよりも手の甲を上にしてる状態がそんなに違和感ないことないですか？多分行う前は手の甲を下の方がだいぶ楽、手の甲を上の方がなんか違和感があるっていう感じだったと思うんですが、今手の甲を上でもそんなに辛くないですよね。だから手の甲を返したいなっていう感じが多分だいぶ減ってると思います。手の甲を上向けてもそんなに違和感なくなったよって方は、今肩甲骨がちゃんと寄せられて肩がね、こう内巻きなのが普通に治ってる感じになります。この状態の方が肩甲骨が寄せられて肩甲骨しっかり使えてる状態になりますんで、これをね毎日やってみてください。体がねすごく寒くなりやすいって方は、褐色脂肪細胞が減ってしまって体温を保つ力が弱ってるので、そういった場合痩せにくくなっちゃうんです。褐色脂肪細胞が活性化されて寒い時に体温を保つっていう時に脂肪が燃焼されるって言われてるんで、年々寒がりになってるよって方はね、今回のエクササイズやってみてください。3セット頑張ってみて、手の甲を上向けてもあんまり違和感なくなったよって方とか、たったの1分しかやってないのに体がすごく温まったよって方は、よかったらグッドボタンとコメントで教えてください。各種 SNS もやってますんで、説明欄からリンク見てもらってフォローもしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。